あれ？なんでだろう？ダウンロードデータのバージョンが新しくなっています。ソフトを更新してください。これできないやつか？あ、でもできないわけじゃないのか。え？できんのかな？あ、でもオンラインには入れない。これはオンライン入れないやつだ。あ、やっぱり。ちょっと待ってね。ダウンロードデータのバージョンが新しくなってます。ソフトを更新してください。これさ、ソフト更新してくださいって言われてるけどさ、ソフトの更新すると、ソフトは最新の状態ですって言われて、ダウンロードのさ、新しいバージョンが来てないんだよね。これバグかな？今じゃスプラトゥーンできないじゃん。マジかよ、猫友野郎。そうなんです。できなかったんですよ、スプラトゥーン2。なんでできなかったかというと、明日、11月7日に大きなアップデートが入るから、それの準備で少しだけできなかったんです。まあ、少しの間だったんだけどね。でもね、ちょっと、不具合があるのかなと思って、任天堂の方にね、ちょっと調べてみたんですけども、スプラトゥーン2自体は、これをなかったことに何もつぶやいてませんでした。つまり今回のこのバグは何もなかった。わかったみんな。今回俺は動画にしちゃったけど何もなかった。オッケー？リピートアフターミー、何もなかった。ご視聴ありがとうございました。え？なんかこっちすごいことになってますよ。こっちのチーム全員デュアルスイーパーになってますよ。え？マジか。そんな強い感じあったかな。なぜか縄張りバトルでみんなリアルスイーパーになってしまった。任天堂マッチングおかしいよな。相手リアル一人もいないからね。あ、ボム踏んじゃった。ボムを踏んでしまった。塗るか。塗ってあげよう。よし。もう味方のデュアルに任せるか。ほら！ここに赤ザップが。ロボットボム星人がいる。ロボットボムしか投げてこない星人が。一発かー。よっしゃー。あいつロボットボムしか投げてこないからな。いけじゃ、引っかかっちゃった今。ダイナモ強し。今雨使わなかったらもったいなかったな。通り、ダイナモやってくれた、ロボットボム星人を倒してあげて、ロボットボムかマルチミサイルだからな、あの子のメイン。ここに投げちゃうか。雨垂らして、大雨洪水警報鳴らして、奥にいる気がする。よし。奥にボム投げてから、ナイス。あ、おうちであれ、あれだけか。今のシューターだけか。強いな、リアル。リアル4人とか強いな。おほほ。ここにボム。地雷のようにボム。あ、惜しい！いるのか。来ないね。あの本当に赤ザップって来ないよね。赤ザップとかモミジってさ、あ、来た、やっと来た。本当に来ないよね。リアル強え。勝ち、勝ち勝ち山。